ぴょんぴょんぴょーん。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、レイドジャパンのですねファンタスティック、これでねサクッとね一匹バスが釣れたよっていうね、こういった動画なのでぜひご覧ください。よし、よっしゃー、来たー。はい、ファンタスティックの脳進化に小さいバスが来てくれましたよ。一回ね、ぐーって見に来て止めたらたまらずパクッ、ね、はい、脳進化。じゃあ逃がします。はい、でタックルはねメタニウムにメガバスのシルバーシャドウというシバス用のロット、これで脳進化ちょんちょんちょんって巻いてみております。はい、というわけでね、これファンタスティックなんですけども、チャターベイトのトレーラーにして釣れたよなんていうのはねあったんですけども、やっぱねノーシンカーだろうっていうことで、なんというかまあ形的にはあの往年の名作スラッゴーみたいな感じのね、そういった雰囲気のルアーなので、これノーシンカーで使ってね、ベイトフィッシュを追いかけ回してる時に具合いいんじゃないかなと思って投げてみたら、バシッとね、バスが釣れてくれたよっていうことで、で使ってみての感じは結構ね、他のまあ例えば魚っぽいシルエットで最近、面白いなと思って使ってたのがブルースレンダーとかだったりするんですけども、あれと長さとかボリューム感は似てるんですけど全然形状が違いますよね。でやはりねブルースレンダーとかこう落としていく釣りっていうんですかね、こうフォーリングさせていってでなんぼっていう印象があったんですけども、この形状ねファンタスティックはやっぱりね横っ飛びさせてねなんぼだなっていうのをねすごいね感じて、で魚なんですかね、これボリューム感がちょうどいいのか、他いくつかねこういったベイトフィッシュ風な、ワーム投げてみたんですけども、あの時に関しては本当ねこのサイズ感とこのね、横っ飛び感がね一番反応が良かったなっていうのは、釣り上げたのはあの1匹なんですけど、そこに至るまでね結構ね魚見えバスとかに投げてみたら躊躇なく食いついてくれるんですよね。で、ポイントとしてはこれ結構針今小さめのねナローゲーブのねやつをねつけてるんですけども、大きな針にしたら全然追っても来ないし食いつかなくなっちゃったんですよね。で水晶は4番でこれ多分3番ぐらいなんでちょっと小さいんですけど、やっぱね小さめ、まあこのあと4番の時はねすごい反応良くて3番でも反応良かったんですけど、5番とかね、あとはワイドゲーブちょっと大きめの針とか太軸の針使ったらなんか途端に追いがなくなったなーってのと、あと食いつかなくなってくれたなーなんていうね、そんな印象があったので、まあそこら辺でねやっぱ水晶フックの、40番とかあとは針の形状なんかも、こだわって
って投げ込んでいくとなんか当たりが出しやすいのかななんていう印象がありました。まだね、全然釣り込んでないのでこれからねまだまだあと何本かあるんでいろいろ試してみようかなって思うんですけども、ぜひね使う時はちょっと針の太さとかあとボリューム感とかねそこら辺も、イメージして自分の好きな針とセッティングしていくといいんではないかななんていう風に感じました。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンのですねニューワーム、ファンタスティックで、バスが釣れてってこういった、動画でした。はい、また会おうぜ。